皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、日本が資源大国になる道があるといった話をしようと思います。日本は国土面積の狭い国であり、そのために資源のない国だと認識されています。しかし同時に、日本は周囲を海に囲まれており、その海の底には様々な鉱物資源が眠っていると考えられています。今回取り上げる記事というのは、コバルトのようなレアアースがその海底から実際に採掘されましたよというニュースを取り上げていきます。このことから、日本の将来として資源大国になる道も存在し、その課題は一体何なのか、そういった話をしていきましょう。それでは、関連ニュースをどうぞ。日本 EEZ でコバルトやニッケル採掘に成功。リチウム電池に不可欠なレアメタル。石油天然ガス金属鉱物資源機構 JOGMEC は21日、日本の排他的経済水域 EEZ でコバルトやニッケルを含む鉱物の採掘に成功したと発表した。リチウムイオン電池に不可欠なレアメタル、希少金属で中国への依存度が高く、国産化が課題となってきた。採掘場所は南鳥島南方沖の海底約900メートル。7月に経済産業省の委託事業としてレアメタルを含む鉱物コバルトリッチクラストを約 650kg 掘削した。 JOGMEC の調査では、同海域には年間の国内消費量でコバルトは約88年分、ニッケルは約12年分あるという。コバルトやニッケルは電気自動車などに使うリチウムイオン電池に不可欠な材料だ。希少性が高く、日本は国内消費量のほぼ全てを輸入に頼っている。超高速の通信規格 5G 時代を迎えて、通信機器への活用も急増し、世界的に取引価格が上昇している。国産化は国内産業の競争力強化にもつながる。経産省は掘削成功はレアメタルの国産化に向けた大きな一歩とし、量産に向けて掘削技術の検証などを進める方針だ。今回コバルトやニッケルが見つかったという話なのですが、海底ではどのような資源が取れるのか少し概略を見ていきましょう。コバルトやニッケルを含んでいるのがコバルトリッチクラスト。海山の山頂部から斜面の岩石を比較状に覆う厚さ数ミリメートルから十数センチのマンガン酸化物。このコバルトリッチクラストがあると見られているのが南鳥島島です。含有金属はコバルトニッケルのほか、銅やプラチナ、マンガン等です。そして今回は記事になっていませんが、その他にも海底資源はたくさんあります。海底熱水鉱床。こちらは海底から噴出する熱水に含まれる金属成分が沈殿してできたもの。他にマンガン段階。海底面上に分布する直径2から15センチの楕円体のマンガン酸化物。太平洋地域に広く分布しており、銅やニッケル、コバルト、マンガン等を含んでいます。それでは日本にとって開発の余地があるこの海底なのですが、その広さについても見ていきましょう。まず日本の国土面積は約38万平方キロメートルなわけですが、日本の周囲は海に囲まれています。ですから、領海と接続水域、そして排他的経済水域 EEZ、さらには延長大陸棚といったものを加えると、この合計というのが約465万平方キロメートルで国土面積の10倍以上になっています。そしてこの広さというものは世界有数のレベルです。日本は国土面積の狭い国であり、周囲は海で、その海は非常に広大であり、その広大な海に様々な鉱物資源がある。このことからも分かるように、日本が資源大国になる道というのは確実に存在します。この部分までは非常に朗報です。しかし、じゃあ今すぐこれらを掘っていけばいいじゃないかとなると、残念ながらそこには大きな問題が発生します。それはコスト問題です。確かにレアアースというのは取れる地域というものがある程度限定されます。ですから需要が高まってくれば供給が間に合わなくなって、だんだんと値段が上がってきます。しかし、その値段を見ながらでも採掘にかかる費用というものが海から取る方がより高くなるというのであれば、コスト問題はどうしても発生し、赤字になってしまうかもしれません。ですから、やるからには黒字を目指さなければなりません。取れば取っただけ赤字がどん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 積み重なるというのであれば、それだったらお金を払ってでも輸入した方がいいという話になってしまいます。このコスト問題というのは残念ながら避けることができません。例えば、海底資源で今使われているものが何かといえば、天然ガスや石油などがこれに該当します。これらは液体であったり、気体であったりします。一方で鉱物資源というのはどうしてもそれらに比べれば、水面上に持ち上げるというのがどうしてもエネルギーというものが必要になってきます。
効率的に採取する方法がなければどうしても値段が高くなり、その値段が高いことによって赤字になるというのであれば、広い海域に様々な鉱物資源がある、これで日本が資源大国だという話になっても、お金が持たないのであればその開発というものは遅々として進まないことになってしまいます。ですからこういった開発というものは、その最初のうちは調査にもお金がかかりますし、採掘技術を開発し研究することにもやはりお金がかかって、何年も何年もお金がただひたすら費やされるような期間というものが10年20年と続く可能性があります。しかしそのことについて私は、これは投資であると考えてお金を注ぎ続けることが必要だと考えます。なぜならば、一度低コストでの採掘技術というものを手に入れることができれば、その低コストな技術を使って延々と開発を続けることが可能だからです。しかもその開発可能な区域というものが日本の国土の十数倍というその広大な地域なわけですから、その投資に見合っただけの回収は必ずできるでしょう。研究開発にかけるお金というものを浪費や消費ではなく投資として考えれば、いずれ返ってくるという考え方をして、今の期間はある程度赤字に目をつむるということが必要でしょう。またそうした商業的な面だけではなく、安全保障上においてもお金をかける意味というものはあります。例えばレアアースの話で言うと、南米の一部地域やもしくは中国でしか取れないようなレアアースというものも非常にたくさんあります。それらについて、例えば外交関係が途絶えるようなことがあって、それらについて輸入できない、もしくは相手国が外交カードとしてレアアースの輸出等を止めて自国内だけでしか使わせないといったことがあると、必要な物資が手に入れなくなり、それによって競争力というものがガタ落ちになってしまう、こういったことが発生することを考えると、どうしても自国で採掘するための技術というものは商業的な面だけではなく、安全保障上の意味においてもお金をかけて開発を続けていくということが求められるのです。また時間軸をもっともっと長いところに持ってくれば違う考え方もできます。例えば現在鉱物資源が一体どこから取るかといえば、基本的には地上の鉱山というものから鉱物資源は取ります。それは当たり前の話ではありますが、実際に人間が歩いていて取るのですから、そちらの方がはるかにコストが安くなりやすいからです。しかし永遠に鉱物資源が地上で取り続けることができるかといえば、実はそういうわけではありません。一般的に取りやすい鉱物資源である鉄でさえも、取りやすい地域からどんどん取っていけば、いずれは取りにくい地域へと進んでいってしまいます。そして年月が進めば進むほど、取りやすい地域での採掘可能な場所というものがなくなってくれば、どんどんと他の場所から取るしかないという話になってきます。しかしそこには限界があります。例えば鉱山の場合であれば、だいたい地下の4キロから5キロ地点まで行くと非常に高温になり、人間がまともに活動することは難しくなります。地下の5キロとか6キロになると、そこは高温であり、100度や200度といった人間がまともに活動することはできません。ですから人工的に冷やしたり、人工的に酸素を送り込むといったことがどうしても必要になってきますし、それ以上掘れば掘るほど過酷な状況となり、人間が採掘するのは限界に達することになります。そのようにして地上で採掘することのコストがどんどんと跳ね上がるようになれば、どうしても人間はその他の地域から取らねばならないようになってきます。その時目をつけられるのが海底か、もしくは宇宙です。そしてここにも当然のようにコスト問題が発生します。そのような時代が進んだ時において、海底を掘るよりも宇宙の方を開発地域にするか、どちらの方が安く済むかというのは分かりませんが、少なくとも私は海底の方が先に順番が回ってくるだろうと考えています。例えば月面に基地を作り、その月面で採掘を行い、そこで精錬を行い、地球に持ってくる、この流れを考えた時に、どうしても技術的な進歩の度合いから考えて海底から取る方がおそらくコストは安くなっているでしょう。それぐらい時代が進んだ時において、その先駆者がどこの国かとなった時に、日本が一番先頭を立っていれば、当然のように多くの開発を請け負うことができ、それが一つの産業になっているでしょう。これはかなり未来の話ではありますが、地上の鉱物資源を取り尽くしたら次にやってくるのは都市鉱山と言われるリサイクルの事業であり、それがなかなかコスト問題がきつくなってくると、当然のように他の地域から取ってこらなければならない、それが海底であったり宇宙開発であったり、人類の営みというのはそのようにして連綿と続いていくわけです。そして現在は赤字であろうとも、そういった未来がいずれやってくるということは分かりきっているのですから、その時代に向けて
少しずつできる範囲で研究開発を続けていくというのが科学技術立国としての日本の生き残る道でしょう。今日取り上げたニュースというものは海底から鉱物資源が取れたといった話だったわけですが、何十年後かには月面基地で鉱物資源を掘り当ててこういったものが使えるようになったよといったニュースも当然のように出てくるでしょう。そのように時間が経てば今では考えられないようなことが考えられるようになり、それらの資源についてどう活用するかという話になります。そして時代を見据えた国においては少しずつ地道に研究開発を行い、一足早くその資源というものを活用することができるようになるでしょう。アメリカや中国の場合だと宇宙開発というものをまず最初に見据えていますが、日本なども当然これには加わるべきではあるのですが、同時にその宇宙開発を促進するためにもまずその手前において海底資源の採掘を行い、これによって資源を得てその資源を活用するという経済的なブーストをかけるということも日本にとっては必要な国策の一つでしょう。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。